侍、どうぞこちらへ。面白い話を知っておるようだな。幾百年の昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり。さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、あざも裏の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども押し寄するに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど、八幡の鎧も消えうせっけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の訪ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこは阿座もの北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。猛虎を倒すためならば手段は問わねえ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。どなたかお助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや、怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風、島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣いでたり。獣さがあらければ里にて暴れ、破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば、重則のみぞとて義人対馬第一の早業の武者を頼みけり。重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり、木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なでぎりで、最後の獣が発るほど雨雲を去りて空は晴れ、対馬は子供の中にけり。その後重則隠れすみて出会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時、刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子の、また獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。
誤作？聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓物の負の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって族は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。族の打ちかかりてきたるに、御作恐れて手が震え、足なんと思うとき、族の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる族は後ずさり、よろめきなどすれば、御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を哀れみし、物の負の亡霊の付き仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる族を切り捨てる。その後は族を見る者なし。後の年、御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするをとぶらうと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。お気をつけくだされ。元槍川は危うい地でございます。何があった。街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを切ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。腰肩より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる。遺伝の技こそ人呼んで憤怒の舞、いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より子。民これを慕えども、子は志村の勢いを妬めり、事業を取り戻さんとて、甲は志村に謀反して、あまたの武者が相発る。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒される。なれど堺の助くれば志村乱を鎮め、時より甲を滅ぼせり。松子の息で時より甲苔の下よりよみがえり、志村を討たんとキス。未だ元槍川の社には時より光への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死、時より光の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか。
この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと？怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れると言います。どうすれば見つかる？怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。お気をつけて。槍川の民は酒井家への恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては。酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした？あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。疲れ果ててる。少しも眠れやしないよ。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより昨夜まで数多の浪人、小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。アシュラはこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎殿。その小次郎に狙われておるのか。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお討ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。さあこちらへ。うちつね公の伝承でございます。古のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす。代理うちつね公を召されり、うちつね神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りになり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ、居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛び行きて、打ちつね放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち、末路の息を打ちつね公に吐きかける。ほどなく打ちつね随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。打ちつね子をついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。打ちつね対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、
八卿を討ちし、かの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、内常公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。での陸ってのは呪われてる。何の話だ。黒手の陸、かつて息を苦しめた海賊の船長が墓穴から蘇ったのですよ。黒手の陸、海で死んだと聞いておるが。さようです。柏と申します。わしも黒手の陸の手下だったのですよ。しかし、あの夜のことは今でも夢に出てくるほど。詳しく聞かせてもらおう。喜んで。すでに川屋には行かれましたかな。かつて壱岐に凶悪なる海賊の長がありました。人呼びて黒手の陸。陸は人を捕らえては細切りにして、常に一ひらを斧がしもべへと与えたのでございます。横島なる真白へ。ある日、陸が猿神をたたえて鎧を作りますと、猿神の御霊が宿ったのでございます。さすれば御霊のささやきで陸はたけり、なおも奪い取らんと襲い続け、斧が命をも顧みぬありさまでございました。無戸瀬前、黒手の陸が襲った船の荷を開けますと、中にはわらべが。陸は幼子を海へ投げ捨て、番の侍の皮を生きたまま剥いだのでございます。手下は固唾を飲み、陸の柱は皮をねぶる地獄のありさま。それがゆえんでしょう。手下どもは狂乱した頭を毒で死にそうといたしました。まずは胸をひとつき、毒で目をつぶして。それでも陸は死にませなんだ。猿神の鎧のおかげでありましょうか。陸は船を燃やし、柱と共に消えました。手下は燃えて灰となり、黄泉への船で。こと切れる前に、陸は柱の鎧を壱岐の伊豆国家へ隠したとか。かくて陸は怨霊となり、忌まわしき黒手の陸の鎧を求める勇者と愚者とを等しくほふらんとしておるのだそうでございます。さてもさても。かつて陸の下で働いたが、手にかけたということか。止めねばならんかったゆえ。鎧は見つからぬままなのか。挑んだ者は陸の怨霊に残らず食われちまったようです。壱岐の猿は陸の眼と耳だという噂も立っとりますわ。では俺が凶を催したことは知られたな。船はどこで沈んだ。あの夜のことはあまり覚えとらんのです。もう一人生き残った船乗りならば、あるいは港です。糸間を見つけては竹の筋を登って、あの時の恐怖を忘れようとしとります。しかと聞いたぞ。ご用心を。猿が見とりますゆえ。陸には全てが見えておりますよ。またやり直せばいい。
猛虎の恐ろしさを知らんだろう。お前だって侍の恐ろしさを知らんだろう。あの日の痛みもあの悲しみさえも。チェン、人斬りの侍だ。蘇りやがった。この鎧のせいか。あんた誰だ。息に知らん顔はないと思ったわ。旅の者だが島から出られずにおる。でしたらこちらへ。昔語りを聞かにはなりませんが。皆で手を取り合い、こたびも乗り越えよう。侍からどれほど苦しめられたか忘れたわけではあるまい。こたびは昔ほど甘くはないぞ。何を言う。これだから和光度はいかんのだ。では息に暗き日々を招いた侍の襲来を語ろう。その侍の名は酒井忠。とうとういつとせの昔、非常なる侍の群れが息に襲い来た。頭の名は酒井忠、人斬りの酒井だ。酒井の馬はおぞましき荒駒、主の心を映した真っ黒なる鎧をまとう。得たり、人斬りは随分な抜かりをいたした。己がせがれを伴ったのだ。我らはせがれを虜となした。地に飢えし山犬の父を釣り出すためだ。愚弄なる酒井は罠へと飛び入った。その荒駒も無残に死んで、人斬りとせがれのみただ生き残り逃げおった。卑怯者よ。虚偽を申すな。全てざれ事だ。俺は戦場谷のでこの目で始終見たんだよ。俺もだ。どういうことだ。我が名は酒井仁、酒井忠の嫡男。父は息を救おうとなされた。救う。人を殺してか。己らこそ恩を仇で返しおって。恩なんて感じじゃねえ。敵討ちのために生きに来たんだな。嘘つきではあるが、敵として斬る気はない。まだ敵じゃないだけだ。やめとくれ。まるで犬の喧嘩だよ。敵討ちではない、助けに来たのだ。父上の馬鎧のことだが、あの日以来行き方知らず。だろうな。ありかを知りたい。大高族と戦うために使う。侍に教えるくらいなら死ぬ方がマシだ。お侍、もう出てってくれ。帰れ帰れ。あやつは馬鎧のありかを知っておる。言わぬなら影に隠れて密かに聞くほかない。ここには二度と寄らんでくれ。あの戦で俺は家族を6人も失った。妹はまだ幼子だったんだぞ。みんな八つ裂きにされて、きれいに埋めてやることすらできず、どれほど悔やんだことか。それで語りの続きは。ああそうだったな。ここからがこの語りの肝なんだ。酒井は罠に落ちて荒駒を失った。息の者ども追い込めば、人斬りとせがれは戦場谷へと逃げ走る。酒井は足を引きつつ進み、伏兵どもに行き合った。そこで待ち受けたる兵は二武器刀の数人のみ。されどそれにて事足りた。ただ人たちが酒井忠の首級を奪った。侍どもは逃げ帰り、我らは酒井の馬から鎧を剥いだ。それからは息の高き馬に鎧を着せたが、いずれも乗り手を殺めたのだ。あたかも人斬りの怨念が祟るがごとくな。
しかしてこれを飯田なる秋人へと売り渡した。馬鎧を積んだ船が沖へ出た時のことだ。急な大風が息を襲った。空に轟く雷鳴は時の声とも思われて、荒ぶる風が岸壁に飯田が船を吹き寄せて海の木図へ。その船はまだ船座の津にあるという。伊豆国か船の墓なる船座の津、堺の馬の鎧やあらん。さても恐ろしき話だろう。